はい、レザース、ジョニーのニコです。こんばんは。レザークラ、レザークラフト、やってますか？うん。いつも YouTube ご覧いただき、ありがとうございます。今日はですね、トラッカーズウォレット、今、オーダー入ってて、そちらを作ろうかなと思ったんですけど、型紙ね、前にちょっと人にあげてしまったんで、新しく型紙を作るんですよね。なので、それをね、どうせなら、ご紹介しながら、動画を撮ろうかなと思いました。思います。早速やりますね。あ、まずね、トラッカーズウォレット、うちのやつこんな感じなんですよ。これね、縦がね 17.5 センチ、うん、まあでも18センチぐらいで、多分削ってってこのサイズになったのかな。うん、18センチ。横が、横広げた時ね、19センチです。まあ僕はね、この感じが一番、なんていうの、お札がね、ほんまにギリギリ、僕この縫い目がね結構あるんで入る大きさで、うん、でその最小限だから、ミノンウォレットとか僕作らないんですよ。なんかね、あれはね作りづらいし、あんまりなんか必要性を感じなくて、それだったらこれの方がいいかなと思って、うん、で、中の小銭入れも、ファスナー使ってないです。うん。もうオーソドックスな、ベタなトラッカーズウォレットです。まあ今回ね、型紙作りながらちょっと変えていくかもしれないですけどね。まあちょっと作っていこうかなと思ってます。うん、で、表3ミリ、中が2ミリ2ミリの3ピースなんですよ、これ。1枚、ここ。で、この蓋の部分。で、ここがお札、小銭に、ここにカード2、3枚入る。もうほんま必要最低限の、トラッカーズウォレットになってます。これをほんなら型紙作っていきます。どんなもんやろね。よいしょ。あ。ちょっとすいませんでした。こんな感じかな？こう。もうちょいかな。で、18、19やからここやんね。19の、1、2、3、4、5、18こっか。ここがシールの部分やね、表の。大きい方。これで1枚。カッターナイフがない。どこや。なんか一個カッターが見当たらんねんな。まあ、いっか。これでまず切る。前にね、うちのこの U の動画の方で、レザクラコンテストっていうのをやってて、でそれのね題材でそのトラッカーズウォレットを使ってましたけど、でそれの時に作ったこちらのね、僕の作品、こちらを気に入っていただいて、ライブの方でで、オーダーいただいたやつです。トラッカーズウォレットはね、シンプルで作りやすいし、うん、で、いろいろと、なんていうの、試行錯誤しやすいと思うんで、トラッカーズウォレットっていうのは挑戦してもいいかなと思いますけどね。で、これが表のパーツ。で、中パーツが、これが、長い方がこっちやろ、こうやね、こうやね、ここの縦の長さが8センチ、
8センチ、8センチやから半分、倍にすると16センチ。通常僕がねよく作ってるお財布はN モデルとかああいうのなんですけど、トラッカーズウォレットね、なんていうんやろう、シンプルイズベストなんで、自分の個性をどういう風に乗っけるかっていうのはすごく勉強になるんちゃうかなと思いますね。作ると僕今回これは爪がギャラクシーなんですよね。それも明日ぐらいに作ろうかなと、染みをやろうかなと思ってるんですけど、ここが2センチか。久しぶりやからめちゃくちゃあれや、大変だぞ。 7.5 1センチ頭か。ここ7センチ。まあ、いつかね、レザークラコンテストも来年ぐらいに復活できたらいいなとか思ってますけどね。新しくね、やっぱり入ってきてくれてる人もね、この動画見てくれてる人も多くなってきたんで、そろそろもう一回復活しても面白いかなとか思ってるんですけどね。まあでも結構あれね、大変なんでね、いろいろと。まあ、僕的にね、トラッカーズウォレットのそのちょっと気をつけなあかんとこっていうのがあって、トラッカーズウォレットってどうしてもなんていうの、あんまりこう厚みをつけないじゃないですか。ってことは、ヘニャヘニャになりやすいんですよね。よくね、ヘニャヘニャのトラッカーズウォレットって売ってるんですよね。うん、それこそ医療比較みたいなんで作ってるやつとか。でね、僕は、やっぱりあれがあんまり好きじゃないんで、使ってるうちにこう、なんやろな、シャンとしてへんのが嫌なんですよね。使っててもシャンとしてる。パッと出した時に。そういうのが僕はかっこいいと思うんで、皮の厚みを僕は3ミリと2ミリだけでやってますね。でカードケースを増やそうと思ったら、まあここの表の部分、ここにカードケースを1個足すこともたまにやったりもしますね。僕は何でもシャンとしてるのが好きなんですよね。しっかりとちゃんと、あと分厚いのはね、もうね、薄くてこうね、ふにゃっとしてるのも好きな人がね世の中におるんで、それはね一概には言えないんですけど、僕はこっち側っていうだけで。でデザインもそうですね、まあ色付きの革使ってもやっぱりトラッカーはねシンプルなんで、その良さが出てきたりもしますよね。まあ、僕は手染めなんで、まあでもトラッカーはねほぼ作ったことないんですよ。自分がやってるこの企画以外は。これ3センチは高い、4センチ、3センチでしょうかな。なのでどんなんを作ればね受けるかっていうのはまだ分かってないんですけど、でもまあ今回ギャラクシーね、ギャラクシーはやっぱりねかっこいいんでね、
それ見ててわかるかな。もしよかったらね、この型紙、まあ、これはね、別に僕の、オリジナルっちゃオリジナルやけど、まあまあこんなんはね、全然真似していただいても結構なんで、なぜ僕はその、あれを使わない。ファスナー使わへん、革厚、分厚い、スリーピース。こんな感じですね。これ小銭のとこ。ここね。ここ開けてます。こうなって、こう。ほんで、ここが、カードになって、ここがお札で、最後こうなっていう。ほんで、あれこっちか。こうか。18の19。ってなってます。これを作るとこうなりますね。うん。で、もう大体ね、僕は、ボタン両方つけますね。トラッカーには。今回もそれで作らさせていただきますけどね。うん。こんな感じかな。さあ、これで、まあ、型紙も、この R のとことか、あとつけてって、それね、ちょっと微妙な修正して、型紙は出来上がりです。もしよかったら皆さんも、スクショできるかな？こう、18の19。方眼紙ですよね、これ。工作用紙。これがこんな感じですね。ここが、1,2,3,4,5,6,7センチ。ここは1,2,3,4,5,6,7センチ。77か。77。で、ここにね、カードの、部分を、なんていうの、縫い代線を作ります。この、これね、あ、そうそうそう。これね、ここで縫ってるんですよ。この船型、これとこれはここでくっついてるんですよ。なのでここはこう開くんですよ。ここたまにね、こうやってね塗ってはる人おるけど、こうやったらね小銭あんま入らないと思うんで、こういう風に小銭膨らむようにこうなってるんですよ。でこことこのシェルがこうか、ここが縫い目、こうここも縫う、こんな感じで作ってます。こんな感じかな。で、表は、まあ、いろいろ皆さんやってください。僕は、まあ、今回ギャラクシーで宇宙みたいなやつで染めます。それは、また次回やりますんで。そんな感じかな。ロープがね、今回ロープなしのオーダーなんですけど、ロープはね、いろいろ考えれると思います。なんなら短い方がかっこいいような気はしますけどね。ロープ、トラッカーの場合。もうほんまにちょっとした、なんていうの、でかい財布までいらんけど、ちょっとした、なんていうの、バイク乗りのお財布みたいな感じで、使っていただけるように作ってるんで。うん。今回コバ白ですけど。ちょっとギャラクシー作ってコバを白くするかどうするか、ちょっと考えます。次はほんなら、手染めの方をやりますんで、楽しみにお待ちください。ありがとうございました。では。